来の戦艦ロシア原子力巡洋艦キーロフがアメリカを震え上がらせる。大陸国であるがゆえに陸軍を主戦力と考え強大化させていった旧ソ連。しかしながら世界最強と謳われたバルチック艦隊をはじめ、実は海軍力もそれなりに高いことはご存知だろうか。第二次世界大戦時には世界最大の潜水艦隊を保有するなどの実績もある。しかしながら経済力、軍事力、資金力、作戦力、その他の面で他を圧倒するアメリカ軍の前に、旧ソ連はキューバ危機においてその海軍力の歴然たる差をなすすべもなく見守るしかなかった。結局はキューバの IRBM 基地を退去せざるを得なくなった旧ソ連。これを機に不利な状況に追い込まれた旧ソ連は海軍力増強に乗り出し、特に水上艦艇戦力を増強するようになっていく。そのような動きの中で生まれた軍艦こそが原子力巡洋艦キーロフであった。キーロフはその名の通り動力が原子力という艦艇で、現在原子力巡洋艦の中で現役で活動しているのは世界でキーロフだけである。今回は世界でも珍しい原子力巡洋艦キーロフの能力と、世界で最初に装備された VLS 垂直発射装置、また近代化のための改造について解説していこう。第二次世界大戦後最大の戦艦キーロフ。キーロフは第二次世界大戦後に開発・建造された航空母艦を除く水上戦闘艦としては世界最大であり、極めて強力な対水上打撃力、防空力を備え、また重厚な装甲を施していることから巡洋戦艦とも呼ばれている。現在も運用中であるキーロフはロシア海軍内で重原子力ミサイル巡洋艦と位置づけられており、通常のミサイル巡洋艦より上の艦艇として扱われている。キーロフはアメリカの強大な海軍力に対応すべく対戦および防空任務を果たし、仮想敵国であるアメリカの大型軍艦を撃沈できる1144型原子力ミサイル多目的巡洋艦として開発された。船体はステルス性に配慮してレーダー反射断面積の低減が図られており、ステルス戦艦の先駆けとも言われている。あらゆる部分で垂直面を避け、各所に傾斜をつけるなどの改良の甲斐あって、同艦がデンマーク海峡を通過する際には NATO 軍のレーダーには2000トン程度の小型フリゲートにしか映らなかったとされている。またキーロフの特徴として核動力に通常の蒸気タービン式を併用した点が挙げられる。さらに原子炉の動力と予備としての重油炊きボイラーが2基備えられている。原子炉での最大速力は31ノット、予備動力も14ノットの速力が出せる。また KA-25-27 ヘリコプターを3機収容できる航空運用能力を備えており、現代の艦艇と同じく空からの捜索や早期探知の能力も備えている。キーロフは計4隻が建造されたが、ソ連崩壊による軍事費の削減によって経費が捻出できず、現在では2艦のみが稼働している。重ねてソ連崩壊後にアドミラル・ウシャコフに改名された同艦であるが、こちらの名称はさほど浸透せず、現在でもキーロフと呼ばれることが多い。キーロフが装備する兵器。キーロフの兵器についてであるが、最も特徴的なものとして P700 グラニート艦対艦ミサイルシステムが挙げられる。艦橋前面の発射機には約50度の角度で搭載された20発の P700 グラニート艦対艦ミサイルが搭載されており、最大 700km の射程距離を有している。これはアメリカ海軍空母打撃群の射程圏外から攻撃することを目的として開発・搭載されたものである。発射後は管制後方装置により誘導される。管制後方とはミサイルに搭載された加速度計により飛翔高度や距離を計算し、自らの位置を修正しながら飛翔する方法だ。そしてレゲンダシステムと呼ばれる衛星により目標との誤差を修正しつつ、最終段階ではミサイル自体がアクティブレーダーを作動させ、マッハ 2.5、秒速 850m の速さで目標に突入していく。レゲンダシステムは精巧なシステムであり、フォークランド紛争では戦況を克明に中継することに成功するなどの成果を得ている。また最初から複数同時に用いることを想定して、飛行中にミサイル同士が情報を共有するという機能を備えている。
また艦隊防空ミサイルとしては先行して計画されていたスラバ巡洋艦と同じ S300F フォールトが搭載されている。キーロフが長距離対艦ミサイルを多数装備していることは有力な正規空母を持たない旧ソ連海軍にとってアメリカ海軍の強力な空母打撃群に対抗するための手段だった。そして同じコンセプトで開発されたオスカー級原子力潜水艦スラバ級巡洋艦を駆使して実際の戦闘時にはミサイルの一斉発射による飽和ミサイル攻撃をアメリカ空母艦隊に行う戦略が可能となったのである。この戦術を恐れたアメリカ海軍は飽和攻撃に対抗するために後にイージスシステムを開発するのである。また短・近距離の防空システムとしてはキンジャール固艦防空ミサイルおよびコーチクル複合シウスといった新装備が予定されていた。しかし開発の遅延によって1・2番艦では従来のオサー M が搭載され3番艦ではその改良型のオサー MA が搭載された。4番艦でようやく当初の予定であった 3K95 キンジャール固艦防空ミサイルの搭載が実現した。イージス艦より巨大なリデル級原子力駆逐艦。旧ソ連がキーロフ巡洋戦艦などを開発し他の同様の戦艦と合わせて大規模な飽和ミサイル攻撃が可能となったことで世界的にディフェンスミサイルの需要が高まった。この飽和ミサイル攻撃は強大な情報収集能力と迎撃システムを備えたイージス艦の開発につながるほどのインパクトをもたらした。このような脅威をもたらしたキーロフ巡洋戦艦の後継艦はあるのだろうか。未だ発注には至っておらず計画の段階ではあるものの着々と建造が準備されているであろうリデル級原子力駆逐艦がそれにあたる。本来巡洋艦と比べて駆逐艦は小型であるが近年は駆逐艦自体の巨大化が進んでいるため大型で機動力を保ったリデル級はその流れを受け総排水量は 17,500トンと予想されている。最新の原子力推進装置を装備予定でありこの推進装置は故障しなければ20年以上走り続けることができる。またその搭載兵器は長射程有力ミサイルのカリブル、オーニクス、将来的には極超音速ミサイルのツィルコンを配置できる8組の発射装置で計64発となる。カリブルの最大射程距離は対地攻撃型が 2500km、 対艦攻撃型が 375km、 潜水艦発射型が 50km とされている。飛翔速度は音速よりも遅い亜音速で対艦攻撃型のみは目標の手前 20km ほどで弾頭が分離することで超音速に加速可能となっている。また極超音速ミサイルのツィルコンは2016年4月の実験段階で最大速度がマッハ8を記録したとされており F-16V 戦闘機のマッハ2をはるかにしのぐ極超音速は各国にとっての脅威となるだろう。キーロフですでにその実績を有しているステルス性がさらに進化するであろうリデル級原子力駆逐艦は沿海での任務遂行においてロシア海軍の軍事力を大幅に増強するものとみられている。ロシア海軍の今後。2度の世界大戦を終え東西冷戦時代に幕を下ろしたかに見える世界各国の軍事力競争。しかしながら冷戦が終了しソ連が崩壊した結果大幅に縮減された軍事予算の中でもアメリカ軍や中国軍の戦力や展開を睨み抑止力として軍事力の増強を虎視眈々と続けているロシア。その影響によって世界的にイージス艦が開発されるなど軍縮とは程遠い現状ではある。今後ロシアを含めた各国がどのような軍事力強化を見せるのか。 AI 技術が目覚ましい発展を続ける現在においてはますます目が離せない状況である。そして直近のキーロフの後継であるリデル級原子力駆逐艦の建造開始完成は世界の海軍にどのような変化をもたらすのだろうか。